私がお話を聞いた時点で6年前というふうにおっしゃってたのであれが2019年だったと思いますからもうね11年とかね10年以上経っちゃったのかなと思うんですけれどもえとまああの研究職のようなねお仕事をされている方で,であの学術会議と研修会にあの出席するということで地方にお住まいだったんですが。 えー、東京に1週間ばかり滞在しなくてはいけないことになったでその時に彼女が東京都庁、まあ、新宿の方ですねで東京都庁のすぐ近くにある某シティホテルに部屋を取ったんですでシングルのお部屋に1週間泊まったっていうんですけどね。で、えー、まあそこでまあ東京でいろいろ用がありましてで住んだでそれでその日夜ホテルに帰ってくるでまず最初の晩。 ベッドに横になった途端に何かね嫌な匂いが漂ってきたって言うんですねえ何の匂いだろうと何、うん、とも言えない嫌な匂い生ごみの匂いとも違うでまあなんとなくこうね傷んだ肉のような腐った魚のようなそれでいて妙に脂っこいようなまあ何とも言えず 嫌な匂いが漂ってきてうわなんだろうと思ったんですが疲れていたのでそのままこう鼻の辺りまでね布団を引き上げて寝てしまったそうですで朝になったらもうその変な匂いはしないんです昨日の夜のあれ何だったんだろうって思ったんですけどでももう全く匂わないのでおかしいな気のせいかな まあいいやと思ってでその日もいろいろ用があります。でそれが済んででまた夜ね部屋に戻ってきた。うーん変な匂いしないんです。いいお部屋ですよこじんまりとしてるけど。でまあお風呂入って、まあ、テレビかなんか見てそろそろ寝ようかなもう12時近い。でベッドに横になった。 さあ寝ようと思ったときにまたふうっと昨日も書いたあの嫌な匂いが漂ってきたえー、何もまたどっからこの匂い出てきてるんだろうって思うわけですで明かりをつけたどこにも変なとこないけどなでも臭いと思っておかしいな ちょっと窓かなんか開けてみて換気するああいうとこの窓ってね大きく開かないもんなんですねこう斜めにガチッとこう止まっちゃってこう隙間が空くようになってたりするまあでもねさーっと外の新鮮な空気が流れ込んできてでなんとなく匂いもねこう薄らいだようなもうしょうがないなと思ってまた窓を閉めてで明かりを消してベッドに改めて横になる。 嫌な匂いが強くなって「あれまた元通り」「おかしいな何もそれらしいものはなかったのにな何なんだろうもういいや寝ちゃえ」彼女また、まあ、目つぶって布団をこうね鼻の辺りまでこうね引き上げて寝てしまいましたで朝起きるとやっぱりまたね 何にも匂いがない臭い匂い消えてるんです変なのもう一回嫌な匂いしたら部屋変えてもらおうと思ったさあ三日目の夜です横になったまた匂いがねうわまただ何の匂いこれこんなの変えたことない臭い 何なのもうと思って明かりをつける前に彼女はこう体を起こしたそしたらねベッドの足元に大きな黒いスーツケースが置かれていたんですって大型の大型って言ってねこれ旅行をよくする人だと何リットルとかねこういうんでピンときたりもするって言うんですけどね90リットルとか70リットルとかね 旅行あんまりなさらない方スーツケースリットルで言われてもよく分かんないかもしれないしかしまあ子供や華奢な女性なら入れそうなぐらいのかなり大型のスーツケースがベッドの足元に立てて置かれてたえー、私のじゃないと彼女思いましたえそうなんです彼女のじゃない見たことがないスーツケース どうやらそのスーツケースから匂いが漂ってくるようだということに気がついたしかも怖いことにはなんとなくねそのスーツケースが人の気配をまとっているように感じられたっていうんですよ。もうう本当にこうね 合成樹脂というかプラスチックみたいな素材でできたようなこう大きなスーツケースですいわゆるハードケースというやつです硬いタイプの。でもね何かそれにこう生き物の気配を感じたっていうんですねそれはもう本当に第六感としか言いようがないものだったと思うんですけれども,もう彼女もねうまくは説明できませんでした。私が聞いてももねねどうにも、ね どう言ったらいいかわからないとおっしゃるんですね非常に知的な女性なんですけれどもこればっかりはね説明のしようがないっていうふうに言うんですよでも今にもスーツケースがガタガタと動き出しそうな何か不穏な雰囲気しかも見たことがないスーツケースが突然とベッドの足元に現れたっていうんで恐ろしくなってへえと思って彼女どうしたかというと 布団を頭からかぶってでそれきりねこう朝までまんじりともせず明け方なんとなく窓の外が明るんできてで布団から顔を出したらどうもねにわないあれ匂いが消えてると思って恐る恐るベッドの足元を見るとスーツケースがないんですあ消えたで えー、彼女部屋を変えてもらうことにしましまたで部屋を変えてもらってまあ残りの、えー、3泊かな4泊かな泊まったわけですけどそしたらもうね何にもおかしなことは起きなかったって言うんですけどただね彼女家に帰ってきてからすごく気になりましてねあの新宿のホテルあの部屋なんかあったんじゃないかなって思って。で インターネットでで検索しててて。調べてみたんですって私も彼女から話を聞いて調べましたけどそしたらねその時点で十数年前っていうからそうですね2000年代の初め頃ぐらいかなに、えー、そのホテルのある部屋で、えー、スーツケースに入れられたフランシュが見つかったという事件がありましてね。 どうもまさにその部屋に彼女が泊まったよようなんですよそしてね今でもそれ検索すると出てくるかもしれないんですけどそのホテルってねあの非常にこういわゆるこう幽霊目撃談といいますかねそこで心霊現象にあったというようなねそういう噂のあるホテルなんですね。ですからねまあ彼女が言うには私運悪く。 そういう部屋に泊まって多分ね殺された方と私が何かどっかに通ってたのか波長が合っちゃったんじゃないかと思うんですよねっておっしゃるんですよそれでねこれまで幽霊なんて全然信じてませんでしたけどでも私すごくああいう変な目にあったんであれからねやっぱりね信じるようになったんですよねでもそれ以降何もおかしなものは見てないんですけど でもねあのスケース本当に今にもご動き出しそうだったんですよ」ってこんな話を聞きました。ねえ私でもねヒント言っちゃいましたよ。ヒントは言いましたよ今の話の中で。うん、でもうこのヒントだけで勘弁してほしいですね。 あの訴えられたりしたくないんでえでもまあねホテルっていうのはね案外とね多いんですってまあ殺人事件みたいなのはめったに起こらないとしてもですよ心中事件みたいなものまあこのフランスュタイの事件もそれに近かったみたいですけど無理心中とかねあと自殺であるとかねそういうのはねまあね度々起こる。 である新宿のここではない別のホテルですけどなんかはものすごくたくさん飛び降り自殺が出てしまった時期がありましてそれでまあ自殺防止のためにいろいろ工夫をして今では飛び降りる方はいないっていうことなんですけれどもあのそれはね工夫してっていうのはホテル側の方でまあ窓をね先ほども言いましたけど窓が大きく開かないようにしたりねあとまあこう飛び降り防止のネットを張ったりいろんなことをしてね。 あの自殺を防ぐような工夫をしていてもそれでもやっぱりね多いんですってホテルってねやっぱりあの人生の最後くらいはちょっとこう心地いいとこでしかもちょっと日常を離れたとこでねあの過ごしてそしてあの死んでしまいたいというような方がねあの案外多いのかなというふうには思いますね。